国民の創生、戦艦ポチョムキン、なぜ我々は戦うのか。私の日本プロパガンダ映画は、プロパガンダを目的とした映画の総称であり、多くの場合、ドキュメンタリー映画に分類される。特に、観客に政治的な思想を植え付けることを目的とする。ノンフィクションであるとは限らず、娯楽作品も多く見受けられる。1920年代、ソビエト連邦において、 プロパガンダを目的とした映画が多く制作された。1940年代の第二次世界大戦期にアメリカでは感動的な戦争映画が数多く制作され、これによって敵外心、愛国心を鼓舞した。実際にこれはアメリカ合衆国とアメリカ連合国の間にあったわだかまりを消し、アメリカを一つにすることに成功した。 プロパガンダを目的として利用された最初の映画の一つは D.W. グリフィス監督の国民の創生であると考えられる。とは言っても、これは最初からその目的で制作されたわけではない。アメリカで第二次世界大戦中に作られた映画カソブランカが典型的なように繊維公用を目的としたプロパガンダと娯楽的な要素の厳密な境界は存在しない。 ありがとうございます。